マイくん、イマジン人形です。ちょっと待って、寄りすぎじゃない？後ろさ、後ろ。あのケアコロさんもね、いいから、いいから早く。機能画角でびっくりした。いいから、いいから早く。すごい早いな、これぐらいの方が。ちゃんとくっついて、くっついて、ちゃんと。ケツが痛いんだよ、ここ。ちょうどあのシートベルトのところ。そう。あの、なんかカップル乗せるタクシー運転手の気持ちわかるけど、なんか目をにくっついてる。いやいや、結構キモかったよ。はい、もう一回いくよ。はい、じゃあ、くん。イマジン、人形です。この。でも声入ってへんって、それは。でも、アムギーにもこんな感じだっけ、今日。あの、巻き込めばいいと思ってんだろ、今。アムギーに多分こんな感じです。はい、ということで、今回は、ニット部でドライブに来ています。はい。あ、ダメです。メンバーは、くん。え、ちょっと待って、違う。長いわ。まあ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 、ドライブに来ましたと。まあ目的地はあるんですけど、まあ、今回はぬるっとドライブ動画をしつつ、ひまじんさんに解雇通告をするという動画です。今までありがとう。バイバイ。飛び降りようかな、もうこのまま高速道路。今から行くの普通に火葬場だけどね。そうすると山の方まで行かないとさ、火葬できないから。ひまじん、ひまじん、ひまじん、ちゃんと動物霊園に連れて行くから。動物のね、まあ、動物だしね、動物みたいなもんだし。あのペット用のところでお願いします。ちゃんと、あ、ペット用、ね、骨の投げ方は、あの、選んでいいよ。海に返してもいい。散骨ね、うん、ちゃんと申請しないと散骨しちゃダメだよ。暇死体気になるから。でも俺このまま、俺マジで仮想ルート確定になってるの。え、そうだよ。横踏みだ。じゃあ僕の骨は海に捨ててください、はい、ということでね、今どこにいますか。今僕たちは東京湾にいます。まあまあそうだね、まあ、ちょっと羽田空港あたりにいて、いや今から飛んでるやん。いや、もう動画映え終了なんだけど。まあ茅ヶ崎の方まで行くって感じですね。羽田トンネル、はい、え、トンネルに入ったらさ、どんな感じなの。暗い、暗いんじゃない。あ、でも意外といける。コロさん何をしてるの。あなたは一体。指名手配の逆バージョンやってる。それあのカメラ向けられて向け返すよ。向け返す。私しても使うから。それあのニート部ってたくさん複数してあるじゃないですか。ドライブレコーダー買えなかった人。セリフドライブレコーダー常に撮ってよみたいな。マスク、マスク買い忘れたんだ。いや別にいいじゃん。嫌だ。え、もう今更じゃん。嫌だ。なんかリスナー目線、なんか一生撮られてる気分にならない。それなんか一生カメラ入れてもわからない。じゃあ気持ち分かってほしいわ、リスナーに。私のね。じゃあもうずっとそのスタイルで今日は。だって前の車に誤解されるよ。なんかなんか煽り運転してると思われてるかなって思われるよ、それ。前の車後ろ見ねえよ別に。そんな上司的な人まで。右腕が辛くならない程度に、そんなに顔隠したいんだったら俺が注意してあげようか。でも分かるよ、全然。コロさんしやすいよ、なんか。え、なんかね、実写になってからね、インキです。やばい。いや、でもなんかね、こう流し方が、あ、コロさん怒ってないわ、みたいな感じするけど、アーケさん本当にちょっと怒ってそうな感じ。いや、本当に怒って、後から抗議し始めるから。そう。だから、アーケさんってね、実写だとちょっと、的な言動多分無理やん、ね、若干。アーケさんがこの前の自主配信でパンチラしたじゃないですか。で、あのアーケさんにパンチラ切り抜き作っていいってあのちゃんと聞いたらちゃんと怒られた。あえ、ちゃんと。でもそれってライブ感を大事にしたいってことじゃないの。その、あ、そのパンツが違って見えることの、そのなんか切り抜きでそのバッツリ見せて、ほらこれパンツだよってするんじゃなくて、ライブ感のアクシデントを大事にしたいっていう風な、こう演者の意向じゃない。それは。ああ。組み取ってあげない。だったら切り抜いてもいいだろ。俺が後で切り抜きます。アーケンパンチラー切り抜きの瞬間100万再生いくだろ。普通におよそ1キロ先。コウさんのコメント欄とか立派なの全部で埋まるからな。なんか前実写初めて出た時さ、なんだっけ、何かでなんかずっと脱げって言われてたの。配信でなんかひどかったよね、マジで。陰キャ転生もひどいけど、リスナーもひどい。いや、そうだよ。陰キャさんがね、のハードルをね、なんかみんなの認識を下げてんだよ。サードのあれを。俺が先導した。俺がリーダーだ。ニート部における。お前ら、俺についてこい。新しいリーダーズ。
いやだな、辛いな、それ。そのグループ名。お前、しきっと入ってねえよ。入んないように喋ってんじゃん。夢も早く顔入れろよ。かく、どうせ、あと30分くらいしたら、だからこれ、どかしてるから、ぴょって。いやいやいや、マスク買ったらどかせ。これ、マスクなかったかな。イマジンがつけてたやつ貸せばいいじゃん。やだよ。なんで俺がそんな、俺なんて今巻き込まれた今。別にイマジンがつけてたやつ貸せばいいんじゃん。いつ来るの？料金じゃない。イマジンがつけてるマスクをつけなきゃいけない。いくらだ？いくらでなる？布は布だけど俺のパンツが入ってる。イマジンのパンツをマスク代わりにするよ。今ね、もう本当に、いやで3対1にしない。誰か守ってたよ。お前がマスクねえから困ってっから俺が探したのによ。今日でもパンツは出してくんだよ。すみません、このパンツある理由、今日のドライブで池に落とされると思ってるかららしい。替えのパンツ。いやでも私も怖いから、あの2日分かも関係ないけど、2日分持ってきてる気が。トランクか。もう何も持ってきてないよ、俺。じゃあ落としていいと思うから。今日は平和ってことだね。落とされたら俺暇人のパンツだから何も持ってきてないやつを落としたいよな普通に。でもなんかでも行くの海なんじゃないですか。海だよ。だから海落とせば東京湾。東京湾沈もうよ。東京湾じゃないな。東京湾じゃない。でも臭いから嫌だな。でも俺とどっちが臭いんだろうな。お前だろ。東京湾より臭い男。臭いかなって言われたら、インケさん最近なんか気にしてるのか脇を匂い出す仕草を入れるんだよ。ちょっと匂います、ね、鉄板ネタになったね。あれ嫌だ。何が鉄板にネタになる。かわいそうすぎる。まあね、まあその脇の匂いとかってこう昔はそれなんかアピールだったはずだから、動物の時はだからインケ先生はそのアピールがすごい。何千年前まで行くんですかそれ。まあ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 、まあまあ、6000年前ぐらいですか。ホルモンブンブン。ホルモンブンブンってことじゃないんですよ。かったね。この先料金が下がります。俺とはどうですか。なんかさ、増えてるコメントさ、毎回さ、こんなのになんで彼女がいるんだみたいな、2人死ぬほど言われてるよね。ひたすら言われてるよ、うん、もう2人になんで彼女がいるんだ。おかしい。それは本当に。なんか、池さん、顔出してから、ブレーキかかんなくなったんですよ。気づけ、お前、言葉選びが終わってんだよ、もう普通に。全部 P だよ、こんなの。そうだった。P4 とかいうシステムあるんだった。最初めっちゃあんな顔出し怖がってたのにさ。吹っ切れたよね。そう。まあ、普通にバレたしね。あ、バレた。やめとくか。何でもない。バレたってなんすか。いや、言えよ。バレた。何、小中の同級生にバレた。あ、顔出し前から。顔出ししてバレた。あ、いや、そうなの。あ、そうだよ。え、なんて言われたの。え、インキャ先生だ。滋賀県何々小の誰々ですか。お、そうだよって。久しぶり、お前誰って言って。誰。めちゃくちゃちゃんと友達、仲いい友達、仲良かった友達でした。それ忘れた。いや、忘れてたとかではない。え、ね、その名乗られなかったから誰か分かんない。ああ、そっか、ツイッターとか。そんなも分かんないのか。そう。いや、ともにバレた。え、次じゃあ帰るとき。ああ、マジでか、次帰ったらマジで会うかもしれない。久しぶりって。嫌だね、自分が陰キャ転生ってこと知られてるの。その人捨てに同窓会があるって聞いたけど、俺は何も聞いてない。え、行けばいいじゃん。おい、YouTuber やぞ。やめようぜ。アドルフに転生来た。リアトムに言われたきついや。いや、ちょっとね、アドルフに転生くんって言われて、同窓会で暴れてほしいな。俺のチャンネルや登録者、まあ60万ぐらいじゃん。笑顔なくなったよ、今、インケさんから。アドルフに転生って言われてから。インカ先生もひどいけど、フォロワーも10万人超えてるけど、全然なんか聞きたいこととかある。全然何でもこと言う。生き恥。あ、やめよう。小学生の時のあだ名はジャガイモ。いや、よろしく。まあでも確かにジャガイモっぽいっちゃジャガイモっぽいかもしれない。
違和感はないですよね。違和感はない。そのなんかなんでとはならない。なんでなんか全てを悪口って捉えずなんかポジティブにいこうとできるんだ。いや、似てるか似てないかで言えば似てますよ。じゃがいもに似てるってよくわかんないよ。で、なんか線みたいな。線と線、ゴツゴツみたいな。わかんないけどさ。学校でチャイニーズって言われるより良くない？ヘイ、チャイニーズみたいな。でも、ここではチャイニーズって呼ばれてるから。じゃあ、小学校の時のことマシか。ジャガイモ呼ばれてる。中学校はチャイニーズやん。ヘイ、チャイニーズじゃねえよ。間違いない。別に、あえて中国人とのハーフで置いてもあんま言わないしなんですよ、わざわざ。ああ。でも、これ今言ったことで、別に、友達とかには言ってた。ああ、そうなの？家来たら分かるしな。ああ、パソコンとかあってみたいな。なんでパソコンがあったら中国人だと思う。パソコンなんか密輸みたいなのしてる。お母さんがだってちょっと片言だから分かんだろ。ああ、なんかあれじゃないの、家になんか親切のなんかこう春節のこう赤い提灯みたいなぶら下げてるとかじゃなくてとかではない。そういうのはない。分かんないけど。マジさんリア友にバレてないの？あんまそういう話しかない。俺ないね。は？俺ほんまにないよ。俺本名まで言ってて。いやだってリア友がいないからじゃないの、そもそも。え、でも小中とか。小中は決まりかけだった。あ、てかバレてるとか。バレてるのを知らない。あ、知ってた。知ってたわ。それ知ってたわ。昔は。どういうこと？おう、暇人って名前でやってんの。それだけよ。あ、じゃあもう開示したってこと。もうすでに開示してるからバレるとかじゃないって。あ、バレるとかじゃないもう。はい。高校生の人たちからは何も LINE も DM も来ない。なんか悲しくなってくるからやめない？うん、悲しくはないでしょ。でも意外と暇でさ、友達なのか。なんか小中の友達からバレたし。お小中バレた。知ってる。高校の友達。高校の友達一人やから。高校の友達。高校の友達一人。いや、高さんバカにしてるよ、あなたも。私高校の友達も誰もわかんないな。みんな裏切り者。いなくなったよ。みんな裏切り者でしょ。なんかそうだよ、ね。もう誰一人思い出せないな。女の友情って感じするわ。いや小中の友達は仲いいから多分って言ってますけど、多分ね、言ってますけどね、本人が多分だから。編集者クソラブやろな、今回は。全員顔出し OK だから。確かにね。いや、まあ、そういうメンツでわざと固めたから。うん、初のね。じゃあ叩かれるよ。私、うん、じゃあ叩かれる。何でその目が顔出せ、脱げ。いや、顔出せばいい。顔出せばいい。マジでそう。顔は出さなくてもいいけど、抜けばいい。やんな。顔出さず多分脱いだら逆に称賛されると思う。それさ、悪口じゃない。それ悪口じゃない。そういうことじゃない。とりあえず脱いだら勝ち。バカは東大に行けみたいな感じで、ブスは顔出さずに脱げみたいな。違う、そういう意味じゃない。いや、それはいいんだけど、やっぱ男はバカだから脱いどけば叩かれないよって話を言いたかっただけなのに。そう捉えるか。いや。そう解釈できますから。卑屈だわ。いや当たり前だろ。え、じゃあ脱いどっか。お前が？ちょ、お前が？まあ意外ですよね。いいや、とりあえず。なんかさ、待って、もう一回。見れない、見れない、見れない。なんかさ、キノコみたいじゃない？なんかエリンギみたい。俺エリンギ好き。僕エリンギ好き。何言ってんだ。コロさん、この辺実は、思い出の場所です。何でしょう。懐かしい。前世で来たことある。生麦ジャンクションです。生麦わかんない。そう、はい、ひまじさん気づきましたね。確かこの辺ですよ。確か ここじゃないかな、多分。事故。はい。え、ここは、ベロムさんがひっくり返った場所です。あ、そう、神奈川だ。忘れてた。はい、まさにここでひっくり返ってます。ここかな、まあ、この直線かな、確か。あ、落ちてる。あ、落ちてる、本当だ、落ちてる。まだ落ちたね。何やってんだ、感じする人。見たことあるわ。3回ぐらい見たわ、あのベロムさんの。あれさ、本人が一番ネタにしてるのが一番やばいよな。治ったらいいの、なんかさ。じゃあ俺の母親が中国人ネタもなんかやばいと思ったら止めてくれる。やばくないの、うん、やばくない。
ないから、コンさんのこと話してるだけじゃん。確かに。じゃあちょっとコンさんのお父さんの話聞かせてよ。え、うちのお父さん最近子供産んだらしい。お父さんが。お父さんが産んだの。お父さんが産んだらしい。あ、本当。お父さんが産んだらしい。怒られるな。見てるから、なんか、うちのお父さんめっちゃめんどくさくてとか言うのよくないな。なんか動画出てないと言われるんですよ。さっき二度どこ出てないよな。お父さん見てる。お父さんからぜひスマホどけろってね。あと問題は、あのこれお父さんの話すると次お母さんも見てるから、お母さんも気まずい。え、待って、じゃあお母さん、お母さん今からお母さんに LINE かけていい？お母さんの LINE 持ってるよ、このさ。いやいや、今仕事なんで。いやいや、別になんか鬼ゲンするよ。いやいや、バリ迷惑で。出ない、鬼ゲンする。出ない、仕事だって。平日の11時です。新しいお父さんになりたい。お母さん、下の名前で呼ぶわ、俺。グロいよ。お母さん、どういう感じで今これ見るんだろうな。娘さんがされて、今ターゲットお母さんに向き向けたら、もしもし、カスコ。やめて。そんな年じゃない。その感じで行くわ。うちのお母さん調子乗るから、コノさん抜きでお母さんに会いに行く企画とかやりたいよね。なんか勝手に許可取れ。なんか勝手に会いに行く企画とか面白そうじゃない。なんか確かに。でも それそんなこと言ったら、インケ大使のお母さん見てみたいわ。生の中国人。生の中国人っていう。動物園行くのりやめて。パンダ乗り。パンダ見に行くみたいなやつで、中国人見たいわ。いやでも、岩尻さんのお父さんとお母さん全然見たいけどな。あ、マジそれは。この子にしてどんな親があるんだろう。岩尻さんって親にバレてるの？親知ってますよ。さすがにバレてるだろ。いや、そのどの程度知ってるのみたいな。解像度みたいな。確かに。解像度見てんの動画。たまになんか流れてくるやつ見て、あ、この間実写配信のやつ見てたよ。見てるじゃん。みんな全員集合するやつ。ミートハウス行くやつで、配信中に、テレ東、配信頑張れーっていきなり LINE が飛んできた。実写で見てた。めっちゃ優しいやん。あったかい。それぐらいかな、なんか。配信系をよく、なんかめっちゃ見るかも。動画じゃなくて。YouTube 馴染みないからな、親に対して。なんかあんまり多分動画とか意外とあんま見れないのかな。いや、最近でも馴染み深い。馴染み深い方がひまじんさんってまずくないか、動画の内容的に。いや、見てるのがね、分かんない。なんか昔はなんかバスとかそれで街を巡るだけの動画を、まあ、そういうなんか旅行系の電車とかそういうのを見てたけど、電車とかです、日本を旅するやつ。なんかこの間ちょい帰ったら、ちゃんとズンダも無欲系の見てるし。ねえ、見るよな。見るんだよ。いやズンダも無欲はちょっとしんどいよな。いや、キングデスの親も、俺の親もともとスクロール動画出身で、もうやだな。文字が流れるやつ出身で、そっからズンダも無欲系に流れていって、今はちょっと岸田政権を批判してるかな。インドネシアの新幹線の話。インドネシア新幹線、それも見てました。ちゃんと全部見てて、俺ズンダモンの泳ぎチャンネル知ったのお父さん経由だ。いや、なんか多分俺らの父親世代って、多分そのネットのズンダモン泳ぎにハマりがちだよね。ちょっとハマりがち。見やすいのかな。見やすいんだと思う。なんかズンダモンのその声の感じとか、意外とゆっくり見てるよ。なんかゆっくり歴史解説みたいなのとか、ゆっくりのこうちょっとネトウヨ系ゆっくりみたいな。ゆっくりさんのお父さんも？いや、うちの父親はなんか見てないと思う。多分お母さんとか機械ボス嫌いなんだよ。俺のことかよく。あ、うちの親も初音ミクダメだわ。そう、なんか機械ボス系を、なんか女性もダメな人結構いるよね。そう、あ、うちの父さんもあれだな、紅白で K-POP 出てた時普通にちょっと嫌悪感示した。あ、でも、それは、でも、分かる、でも、うちの父親、LINE 入れてなかったの、一時期。そう、なんか、いや、韓国のアプリは信用できないとか言って。結構ガチじゃん。でガチで、なんか、そういうこと言ってたから。じゃあ、SMS で会話か。でも、うちの父親も、私に LINE するまで入れてなかった。うん、で、なんかこう、情報を抜かれる、いや、その情報に何の歌詞があるねんって感じだけど。いや、なんか共通するとこあるな、ユートブの父親。じゃあ多分うちらの父親世代そんな感じやねん。
だいぶ世代バラバラじゃない？どうなんだろう。いや、50、60でしょ。同じで、その辺はネット後発組だから50、60は一緒だよ多分。全員親揃ったら右翼なのしかない。後ろが押さないで右翼なの。え、ちょっとやだな。右翼の親全員右翼。お父さんの親から政治思想感じないな。いや、私も感じない。あー、もうリベラルしかしてる。いや、お前なんか株の話しかしないから、親と。俺の株の話しかしないの、辛くない？え、めっちゃ楽しいよ。うん。だから親が損してる株を買うんだよ。あ、そしたら下でそこで掴めるみたいな。そうそう、下で、親が買ってる株を下で掴んで生きるのが楽しいんじゃん。はい。逆親不孝者。政治の話するよりマシだけど。政治の話の方が何かしないけど。え、でもアーケンさんちもそうじゃない？アーケンさんちもなんかずっと政治の話してるよね。東京都知事選で喧嘩って。ああ。ワクチンの話しだしたら最悪だな。俺まだそこまでは行ってないんだよな。東京都知事選で喧嘩したくないの？ニート部保護者会。うちの親はやりたいって言ってましたよ。ああ、やりましょうじゃあ。全然やりましょう、全然やりましょう。その今の感じだと全然政治思想に。おやすみ。父親出せる。お母さん、なんか母親会がいいな。横曽根慎太。母親会翻訳、ほんまかしそう。母親会やろう。うちお母さん笑ってるだけやろ。どうなんだろうな。ジャニーズとかは聞くよね。グループの母親会みたいなやつ。ああ。だって、ペニガキのお母さん面識あるから、来ていただいて、お母さんのお母さんでしょ、俺の母親でしょ。なんか 5人ぐらい、多分誰のお母さんの声がいいかな、誰がいいかな、ニート部員の母親、誰の母親がいいかな、え、何え、そう、選ぶ、料理、ベノムのお母さんってどんな感じなのか、ちょっと気になる、気になる、なんか、大丈夫ですかみたいな、なんか、ねえ、だいぶ、院の上まで出て、この感じですけど、大丈夫そうですか。ベノムさん好きなんだよな。親はなんか産んで当然だから。あの人思想強い。思想強い。ベノムさん親に対するね思想強いんだよね。ちょっとベノムさんって。この先勝手に産んだんだろみたいな。勝手にするけど。横浜新東方面。ちょっと半間裕次郎みたいな。学費は払って当然だろみたいな感じがいいんだよ。勝手に産んだんだからなみたいな。ディリディとか裕福そうだもんな、明らかに。あでもディリディのお母さんとペニガキのお母さんと俺とかも完全になんかこう PTA の保護者会じゃん。ペニガキお母さんめっちゃいい人、めっちゃなんかちゃんとしてる人もちゃん、ペニガキもでもオフラインだとちゃんとしてるからなあいつ。うん、最近めっちゃ礼儀正しくなった。意外とちゃんとしてるよ。いやダメだよ、あのガキは何も分かってねえ。そうなんだ、そうなんだ、ライバルだからね、いいけど、そういうガキは。暇人とかもね、ライバルだもん、ね、いつか仕事を奪われるって言ってペニガキはおとなしいから、新幹線で寝れねえタイプの繊細な子だから。じゃあ爆睡しろ。は？何今の嘘？いる？今の。じゃあ窓際でしか寝れないような繊細なタイプだから。この先そんな繊細か？いやそうだ。その先右シートを後ろに倒せないんだぞ、あの子供は。ペニアギは。まあそういう意味では俺と勝ちかな。俺撮影中だけど今ここで寝れるもん。別に。だってもいいよ。だったらお前の負けだよ。じゃあお前の負け。人間性バトルもう。え、でも実際マジで乗り心地いいからね。運転ね、くんさんの運転。いいっすね。適当なこと言うんじゃねえよ。いやいやいや、誰が運転手も一緒だ。いや多分渋滞してるからゆっくりがだけだよ。ゆっくりで、ね、めちゃくちゃ寝やすくていいですよ。もうすぐ丁寧で、ね、滑らかな運転を感じるわ。方面です。俺の親よりこの先右からの合流がありま す, あ, りますありがとうございます。後で運転して格の違い下の方で見せつけになる。このデスドライブやばいな。いやでもね、まだちょっとこの人に渡せない状態が続いてる気がするね。ちょっと車多いし。行けますよ。行けますよ。いやいや、無理じゃん。いや、別に人っていい前提じゃん。
え、よくないですか、いきなり事故ってさ、あのスマホバコンって置いてさ、あの映像が乱れるの。あ、いいな、バカいいですよ、ビームになる。いや、ね、どうせね、あの女の事故みたいなの起こすよ、なんかあの自爆事故みたいな。あブイーンってアクセル踏み込んで衝突。女の事故ね。してるからさ、口元が分かんないからさ、怒ってるか怒ってないか分かんないんだよね。あって言われたらちょっと常に怒ってるよ。動画映ってるだけで一番バカそうなことしてるのよ。怖いんだよ。確かに一番バカそうだよ。なんかスマホ掲げてるしな。うん、撮ってる。これこの視点もちゃんと出てくるんで。いいですね。自分に声が跳ね返ってくるやん。うん、嫌じゃない。別に。俺もやり始めたことだね。なんかお前後ろの席なんだから隠すなよ。ちょっと変だし、声通んないんだし。じゃあコノさん交代して隠さない。交代するか。じゃあコノさん俺前行くよ。あ、いいよ。じゃあ今からやるか。やばい中国の曲芸みたいな。今は高速道路だけど行けるか。俺はできる。ちなみに普通に平然と立つよ。立つ。あんま立ってきちゃった。これカットかな今のは。それはカットになるかもしれん。やりすぎかも今のは。ダメだもんね。面白かったよな。でまあ P だね。 P P キモかったけど、うん、漢字の捉え方が違う。別にひらがなにテロップすればいいんじゃない。じゃあそれでいこう。じゃあそれで。確かに。それで通るんだ。通るんだ。だいぶキモだったけど。審議終了。承認ボンみたいな。通過。演技賞、演技賞通ってんだ。演技賞。最高。俺は平然と立つよ。立ってきちゃった。承認。あの書面いいな。その書面欲しい。許可証みたいな承認発行。人ごとに。あ、お坊さん。アーケさんが何か言ってきたら、その書類見せて、いやいや。通ってますから。通ってますから。通ってますから受け入れてください。いつ私運転させてもらえるんですか。いや本当にするの。そろそろいいかなって気がする。でもえだよね、うん、そろそろいいかなって気がする。次どっちか。次じゃあ BA 止まるか。一緒したためにいきます。いやまあうん、まあ、俺助手席乗って最悪。あ、トラックにはぶつからんでください。俺らぺっちゃんこで死んでまうから。せめてあの後ろにぶつからないバイクで。いや、疲れない。たぶんね、一番俺事故起こすのが PA の中だと思うんだよね、俺。PA の中で一番事故が起きる。あの、高速乗っちゃえば逆に大丈夫なんだけど、PA みたいな不確定要素があったりすると、慌てふためいて、パーって言って。いや、いける。車は大丈夫。普段運転してるし、私。え、本当に？え、本当に。だって、私実家で車社会だから。でも高速あんま乗らない。じゃあ、俺らの負けじゃん。いや、お前持ってねえじゃん、免許。持ってるよ、私は。いや別に持ってなくてもさ、運転席に座りゃ一緒なんですよ。ちげえよ。法律でもう罰せられる。運転したことないですよ。でも逃げ出して取るんでしょ、免許。あ、取ろうかなって。取ろうかなって。何さ、バスで諦めたんでしょ、行く。バスで諦めた。やっぱね、ちょっとね。超スペシャルそれ。ちょっと、え、ひばりさんってさ、今なんかなんでこんな化け物になったんだって言われてるけどさ、常に化け物だよね、別に。いやもう別にだって、大学化け物。やめる仕草だってもうおかしいしね、ちょっといろいろと、うん、おかしいし、運転免許のやつもなんかこう仮免とか取ったのも何でもなく、なんか1日目とかでしょ。いや1日目じゃない、申し込みで。申し込み書を持っていく、うん、タクバスの中でやめようと思って帰ったんでしょ。やめようじゃない。え、何なんか降りたいやだからそこは違う、小林さんそれ降りるっていうこうもうプランが立っちゃってたから、その藤井さんのそのね、なんだっけ、なんかラーメンかなって。あ、そうラーメン食った。そうラーメンを食べたいって思っちゃったっていう。やっぱ怖いよな、それやっぱすごい。いやまあでもお前ラーメンめっちゃすね、いろんなとこでラーメン出てくる。ひまじみさんなんか外出かけるときラーメン食うじゃん。いやでもそれルールなんだよ多分。あ、そういうあれなのか。そういうルールだから、そのルールにこう外れちゃうとちょっとうわーってなっちゃう。うわーってなっちゃうから、もう教習所に行くことより優先しちゃうんだ。そうだからもうそれしょうがないんで。いやでも俺ラーメン食おうと思ってないんだけど、うん、あ大丈夫大丈夫、そういうプランだもんね。それ
え、最近逆に叩かれるんだよね、これ理解してあげないのどうなのみたいな。ちゃんと理解してあげようよ。え、そう、なんかさ、これを責めてるこのベノム何なのみたいな叩かれ されるんだよね。迷惑はかかってるんだよ普通に。行くとこまで行ったら味方ってできる。いやいや、迷惑はかかってんの本当に、いろいろ加味してもね、加味しても迷惑はかかってんの。かかってるアタオカオフの1次会はクラブだしね。ラーメン屋にすればよかったな。アタオカオフ1次会クラブ。ラーメン屋にすればよかったわ。いや、今度なんかあれしたらアタオカニートベのね、メンバーシップのアタオカのスポンス、まあ、アタオカというプラン1万2000円では3ヶ月に1回ぐらいお使いがあって、まあ、暇人オフ、暇人の間違いを許容するオフみたいなのをやってスペシャルオフ。そうそう、1次会はまあ、いきなりラーメン屋さんに行き始めるラーメン行かへんって言って、人数え、だからみんなで行列作って並ぶで、食い終わったらその外で待つで、二次会はどうしようって言ってその場で決める。みんな立たせてさ、そう、みんな立たせて、暇人はどうしようって言うだけで探しもしない。今から60名行けますって電話折り電しまくって、なしで参加者の人が提案してくれて、それにしよう。ええちゃう。いける。ええちゃう。え、こんな PA なの？ PA の大きさに文句言っちゃダメでしょ。課金芸人の場所。え、ヨットクラブの場所じゃん。どうすか？これにつければいい。よし、じゃあいいんじゃね？まあ、変わるだけだし。ん？どこですか？ここが閉める。まあまあ。私もと見ないです。長いのは伸びそうな気もするけど。まあ、これから取れるし。なんか何をフックにするかじゃないですか。こんぐらいの30分の動画だったらパッと編集してパッと出してもらう。これで今の動画でいいよ。OK だー。